やはり行くのか。たとえ命をよこせと言われても拒まん。連れて行かんのか。バニ、一子相伝の北斗神拳に身内が。死ぬなよ。北斗神拳は一子相伝だが、仙台龍拳は断じに恵まれなかった。そこで龍拳は四人の子供を養子に迎え、北斗神拳をその中の一人に伝承するために、長兄羅王、次男トキ、三男ジャギ、そして末弟ケンシロウだが、伝承できる者はただ一人。伝承者争いに敗れたある者は剣を封じられ、ある者は記憶を奪われる。それが北斗神拳を目指し敗れた者の宿命だ。そこから彼らの悲劇は始まった。それが俺の調べた北斗神拳に関する全てだ。伝承をめぐって何が起こったのかは知らん。だが末弟のケンシロウが伝承者となった。またしばらく旅を続けるそうだ。お前たちのことを頼むと書いてある。伝承者争いの後始末をするつもりなのだろう。北斗神拳の正当な伝承者として、北斗七星は死を司る星、乱を呼ぶは北斗神拳伝承者の宿命か。リンちゃん、リン、リンちゃん、俺は剣に約束した。リンたちを必ず守ると。よし。あ、リン、何をしているんだ。北斗神拳か。おそらく行くだろう。これが奇跡の村か。さ、行くぞ。ん？あの宮殿のようだな。うん、出てこい。ネバだ。なぜお前がこんなところに。昔な。ネバだ。久しぶりだな。お前がここにいるということは。殺すんだ！どうする、ネバだ。トキのいるところに案内してもらおうか。ケン、その男はお前の兄、トキではない。その男の名はアミバ。かつて俺と同じ南都政権を学んだ男だ。お前がトキで、ネバダが親衛隊の隊長か。そういえば昔からお前らは二人で悪さをしていたな。トキはどうしたのだ。変わらん奴だな、アミバ。今度は北斗神拳に目をつけたか。お前の顔と一緒で、コロ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 よく変わる男だ。それで罪のない人々を人体実験のために殺し、北斗神拳を極めようとしたというのか。心配するなり、偽の北斗神拳などにやられるようなケンシロウではない。バカめ、お前は知らんのか。北斗神拳の奥義には飛行封じというものがあるらしいぞ。北斗神拳の正当伝承者がお前ごときの偽北斗神拳などで本当に倒せると思っているのか。さあどうする。バカな奴だ。剣の怒りにわざわざ火を注ぐとは、その手では尽きようがないか。聞いたことがある。この世紀末の世を支配しようとしている男、その正体は誰も知らん。剣、聞かせてもらおう。お前がそれほど会いたい時とはどういう男なんだ。何？俺も会いたくなった、その男に。ついてくればわかる。マミヤが時を探しに村を出た。お前のためにな。だが情に任せて動く女ではない。ある町で落ち合うことになってる。無事ならそこで待ってるはず。熱い女だ。哀れな連中だ。俺たちの待ち合わせの場所に現れるとは。奴の心の中にユリアがいる限り、誰も奴の心を開くことはできんぞ。死ぬ気か。その報われぬ愛のために。俺も確かなことは知らんが、この世紀末を支配しようとしている剣王という男が、剣法狩りをするために作った監獄らしい。そうだ、
剣王という男は、己の力を強大にするため、この世紀末を生き延びた剣法家や武道家を捕らえ、その極意を奪い、カサンドラに収容した。一度門をくぐったが最後、二度と生きて出たものはないという死の監獄だ。かつて鬼と言われ、悪魔と恐れられた凶悪犯たちや、ただ自分の憲法を守って行こうとした人々の血の苦しみや死の叫びがこだまして、いつしか鬼の泣く声のように聞こえるという、それがカサンドラだ。行こう、カサンドラへ。さあ、出てこい。どうした、ケン。これからカサンドラに近くなればなるほど、戦いは激しくなるばかり。気を引き締めることだ。誰だ、ケン。ザコは任せろ。もうすんだ。聞こえるだろ、鬼の鳴き声。カサンドラ監獄に収容された憲法家たちの無念の鳴き声が風を呼び響き渡る。またの名を鬼の鳴く町。ひとたび収容されたが最後、生きてあの門を出ることはない。死を封じ込めた監獄。ここに時が。そう。誰も破ることのできなかった。不落のカサンドラ伝説。マミュー、目の前をよく見ろ。よし。俺が相手をしよう。やつら、何か妙なものを持ってやがる。弱いな。よし。剣、気をつけろ。奴らの間に挟まれたら終わりだ。やはり、人質か。許さん。聞こえる。鬼の鳴く声が。素早い。とても見切れん。どうした？おい、マミア。気づかないか？マミア、手強いぞ。卑怯者め、出てこい。下がっている。後からついてくる。ふん。その心配はない。お前はもう死んでいる。剣王とやらがこの二人の再会を恐れていたのもうなずける。ここは任せろ。どうした消したい。怖いのか。命は惜しくないんだろ。急ごう。この塔も長くは持たん。出口だ。急げ。出口を守るために、なんと清潔な死だ。悲劇の数だけ、この死に。剣王。ラオウといえば、剣の長兄。